はいどうもめちゃねです。本日私は新宿の方にやってきておりまして、今日からですね一泊金プトンさんの方にね久しぶりにチェックイン手続きを向かっていきたいなというふうに思います。もう間もなくね15時でございますので、早速ねこれからチェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってまいります。早速までチェック、今日チェックインの島田芽衣子と申します。はい、お願いします。ありがとうって言ってきて、ちゃんとあっちまで行って行ってきな。失礼いたしました、はい、お待たせいたしました。レイ君が豆芝をねいただいてます。よく寝てる。組み合ってもくたびれてるねライオンね。あ、かわいいじゃん。ありがとうございます。はい、とりあえず今ねチェックイン手続きが完了いたしました。まあ、非常にねスムーズにチェックイン手続きねさせていただきました。お疲れ様です。では上行きましょう。ただいま、押された階には止まりません。はい、本日はね、11階のお部屋にアサインいただいております。ワンちゃんも来て。ねえ、よかったね、ワンちゃんもらってね。レイ君が豆柴をゲットしました。やったね。11階です。11フロア。はい、そっちへ。あ、荷物入れといて。はい、ありがとうございます。こっちです。ね、なんかかわいいね。はい、という感じでございまして、はい、廊下ね、こんな感じでおしゃれですね。本日はね、11085室となっております。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、アメニティいただいていきます。はい、すみません。はい。ということで今ね荷物を入れていただいて、ついでに子供用のねアメニティも今いただきました。かわいいバスローブレイ君ある。はい、ということでこれちょっと一旦ね置いといて後ほどね見たいと思います。さあ久しぶりのねキンプトンさんです。こんな感じのねお部屋、今日は、ジュニアスイートにアサインいただいております。それ置いといていい匂いのやつ。はい、と、うん、いうことで、じゃあね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。では、まずですね、カードをね、挿していただく必要がございますので、こちらの方にカチャッと入れていただきます。はい。で、本日はですね、エレベーターホール出ていただいて、左からも右からもね、ぐるっと、ここですね、11085室となっております。はい。で、入ってですね、もう玄関は特になく、右手が、はい、ミニバーのコーナーとか、洗面化粧台とか、という感じでございます。まあ、じゃあ、こちらの右手の方から見ていきましょうかね。エアコンのパネルがあって、鍵をね、差していただくところがあって、お掃除お願いしますとか、起こさないでくださいのボタンがあってね。結構ね、白を基調とした清潔感のある、ドアという感じになってますね。で、こちらの方が、はい、洗面化粧台という感じになってます。鏡なんかもね、非常に可愛い。はい。そして、ウェルカム、おやつとして、ドライフルーツとかですね。これはクッキーみたいなやつかな。はい。こんな感じのお菓子がね、ございます。これを2つずつね、いただいてると。1つずつですね。はい。見てごらん。で、ここにね、こういった椅子があって、ドレッサーがあるという感じです。はい。落とさないようにね。後で食べよう。はい。で、こちらですね、コースター。はい。キンプトンっていうね、掘られた、はい。コースターがあって、エスプレッソのマシンと、バルミューダ製の電気ケトル。そしてお水ですね。そしてお茶なんかがね、こちらに入ってるんでしょうかね。はい。こんな感じ。お茶。スジャータのミルクとお砂糖が入ってましたね。はい。そして、
こちらがおやつとかね、お酒類がございます。そしてね、エスプレッソのポーションが2種類ですね。2個ずつで計4個という感じです。そしてマグカップなんかも黒を基調としたね、おしゃれな感じです。はい。で、こちらに、はい、コーヒーカップ。そして急須。結構ずっしりとしたやつですね。はい。そしてグラス類がございます。はい、この下はね、空ですね。はい。で、こちらの上なんですが、このようにね、開けていただきますと、冷蔵庫が、じゃん、このようにございます。はい。まあ、これね、有料となってますけども、東京ホワイト。はい。東京クラフトビールとか、コーラとか、ございます。はい。こんな感じになってますね。はい。そして、こちらに収納ですね。アイロンとアイロン台と、これがバスローブですね。はい。こんな感じのおしゃれなバスローブとなっております。そして、ランドリーの袋ですね。で、荷物ね、置いていただく台がこのようにありまして、はい。こちらがセキュリティボックス、セーフティボックスとなっております。はい。で、こちらルームウェアですね。はい。はい、こんな感じでございます。はい、そしてこちらが電気のね、パネルがあって、洗面台。はい、こんな感じで、ハンドソープがあって、グラス類ですね。はい、で、こんな大理石調のね、洗面台となってますね。これはね、コップとか落として割らないようにね、気をつけないといけないですね。そしてタオルがありまして、アメニティ類、こんな感じでね、はい、シェーバーとか、歯ブラシとか、はい、お風呂かわいいね。どう？このお風呂。ね、ちょっと違うね。はい。で、こちらに、ドライヤーがございます。こちらのドライヤーは、はい、大きいテスコム製のね、ドライヤーとなっております。後ほどね、しまっと、出してしまっておきましょう。ここら辺はね、開かないですけど、下にゴミ箱と体重計がね、ございます。で、これ鏡になってますけど、こちらね、このように開けていただくと、お手洗いという感じです。電気はどこにあるんでしょうね。はい、こんな感じ。電気が行方不明ですね。後ほど、まあ、ウォシュレットがね、このようについているトイレという感じになってます。で、こちらはですね、はい、ビューバスとなってますので、ここでね、シェードを開けていただいたりしていただくことができるという感じですね。はい。こんな感じのバスアメニティがあります。はい。で、レインシャワーもね、上にございます。こんな感じでね、結構高い打点がありまして、ハンドシャワーと、そして、バスソルトとかですね。はい。バスオイルっていうんですかね、これね、ございますね。すごいね、レイ君。丸いね。竹もある。ほら、そこ。で、景色はこんな感じのね、高速道路ビュー。という感じになってます。はい。ね、レインシャワー降ってきちゃ危ないね。で、シャワーの方はですね、どっちだろう。これが温度で、難しいな。どっちだろうな。はい。どっちだろう。難しい。ちょっと待ってね。お、逆だった。はい。レインシャワー。左に回してね、シャワーが出る。感じですね。間違ってね、右押したらレインシャワーでしたね。危なかった。濡れちゃうところだったね、レイ君。はい。で、こちらにもね、バスローブがこのようにありまして、主寝室ですね。はい。こちらが部屋着のですね、はい、浴衣となっております。非常にね、可愛いです。そして、ヨガマットだったりとか、はい、こちらに扇子までね、セットで置いてございます。はい。こんな感じね。可愛い。はい。で、こちらにシューブラシとかですね。はい。靴べらがありまして、足元の方にはこういったね、黒のスリッパがございます。比較的ふわふわした感じ。
ここら辺もですね、非常におしゃれなね、レザー調のものとなってますね。はい。ここの絵もね、かわいい。OK。はい。で、ここにね、ちょっとコートとかかけていただくことができるという感じです。ここは多分開かないんでしょうね。はい。で、ベッドのね、パネルも黒を基調として、絵なんかもね、このように飾られてて、描かれててですね。はい、非常にかわいいです。で、サイドのね、パネルは、こういった照明であったりとか、コンセントが2箇所と、USB-A が2箇所ですけど、1箇所に使われてますね。で、おそらくこれがテレビの、リモコンなんじゃないかなと思います。はい。こんな感じですね。こちらの下は特にございません。常備灯があるぐらいですかね。はい。で、テレビがこちらにございます。ソニー製のね、テレビで、どうでしょう。65ぐらいありそうな感じでしょうか。60ぐらい。そして、こちらにも間接照明があって、花のね、絵が描かれていて、はい。で、こちらに USB-A が2箇所と、コンセントが1箇所。そしてね、タブレットで、注文等をね、していただくメニューがね、出てくるという感じです。今ちょっとつかないですね。そして、こちらの方に、はい。USB-A がね、まあ、さらに2箇所あって、はい。と、電話機と、本がございます。はい。という感じで、まあ、ここにもね、大きな絵がね、描かれていて、で、こちらね、もうレイ君のミッキーだったりとかが置かれてますけど、ソファーが、はい、ございます。まあ、いい感じのね、これもね、ソファーですね。はい。いかがでしょうか。まあ、こんな感じのね、お部屋に一泊させていただくということと、まあ、レイ君ね、先ほど気づきましたけど、アルコールのね、ミストが置いてございます。こんな感じ。はい。いかがでしょうか。本日はこちらにね、一泊させていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード、下りが 103.98Mbps、アップロード、上りが 92.70Mbps となってまして、非常にね、速度出てるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですね。本日はこちらのキンプトン、東京新宿さんの方にね、お邪魔させていただいております。11085という形でございます。まあ、だいぶね、久しぶりに来ましたけど、まあ、非常にね、いい感じでございます。まあ、チェックインの時にね、メイコさんはいつ来られますか、ご本人様はいつ来られますかって言われましたけど、私ですという形で。まあ、やっぱりね、名前がちょっとね、アルファベットだと分かりづらいっていう感じですね。すいません。はい。ということで、チェックインさせていただきまして、まあ、ご案内などもね、このように、いただいております。はい。朝食はね、7時から10時まで、最終入店が10時までっていう感じですね。2階のディストリクトブラスリーバーラウンジの方で朝食をいただくような形になります。で、モーニングキックスタートは7時から10時1階のザ・ジョーンズカフェ&バーにて無料でテイクアウト用のコーヒー、紅茶ラテをご提供していただくことができます。イブニングソーシャルアワーっていうのがね、今やっておりまして、厳選されたワインやオリジナルカクテルをピンチョスとともにお楽しみくださいということでですね、まあ、17時、または17時半から開催ということですけど、まあ、今日はね、17時から18時、16階のザ・ギャラリーの方で提供いたしますということでご案内いただいております。まあ、その他1階のね、ザ・ジョーンズカフェ&バーであったりとか、2階のディストリクトブラスリーバーラウンジの方で行われる場合もありますという状況です。そして、レストランの営業時間1階のね、ザ・ジョーンズカフェ&バーは7時から22時、ラストオーダーが21時、2階のディストリクトブラスリーバーラウンジが7時から23時、フードのラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが22時という形になります。ご宿泊のお客様はですね、ディナーご料金アラカルトコース料理に限りますけど、23% 割引いたしますという形です。ルームサービスは適用外となります。レストランご利用いただくと 23% 引きという形です。まあ、結構大きいですね。で、17階、86ルーフトップバーというのがあって、土曜日から木曜日、日曜日が18時から23時、金曜日、土曜日が18時から25時という形になってます。席数に限りがございますので、事前のご予約をお勧めしておりますという感じですね。はい。で、ルームサービスは24時間、タブレット。こちらのね、タブレットがあります。ようこそって出てますけど、こちらからね、いろいろ、チェックしていただくことができるという形になっております。で、Wi-Fi のパスワードだったりとか、まあ、ミニバーの料金はね、別途かかりますので、エクスプレスチェックアウトの場合は、登録のクレジットカードで精算しますよとかね、そんなことで書いてございます。はい。
で、まあ先ほどね申し上げたこちらの、はい、タブレット。まあ、ようこそとありまして、始めるっていう形でね、スタートしていただくと、はい、ホテルの設備であったりとか、ルームサービス、コンフォートメニュー、ステイウェル、ご滞在中のご案内とかね、まあ見ていただくことができます。まあ、ルームサービスメニューなので、はい、アラカルトとかっていうことでね、こうやって見ていただくことができます。まあ、2700円とかね、3000円ぐらいという感じでございます。はい。まあ、こちらね、チェックインしていただいてからぜひね、見てみてください。はい。ということでですね。まあ、今ね、16時回ったところで、まあ、久しぶりに来ましたけど、まあ、やっぱりね、まだまだ新しいですし、前よりなんか、すごくね、おしゃれな感じになったな、というふうに思います。で、チェックインの時にね、レイ君が、ソファーでミッキーとね、いつものライオンちゃんで遊んでたら、豆柴君いただくことがね、できました。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、まあ、ちょっとね、17時になりましたら、ハッピーアワーの方ですね、向かっていこうかなというふうに思います。はい。まあ、ちょっとね、軽く飲んで、戻っていきたいなと思います。はい。ということですね、これからハッピーアワーの方に向かっていきたいと思います。今日はね、16階だそうなんで、16階に向かっていきます。はい。それではね、16階の方に向かっていきたいと思います。16階で、16はい、こんな感じでですね、お酒などもあります。レイクのね、リンゴジュースなども奥にあるみたいですね。はい、でフードメニューとしてはね、こんな感じのね、フードメニューがございます。まあ、エビなんかもね、ありますし、あとチキンだったりとかですね、お魚系の、お料理となっております。はい、こういったね、大きい客室個室などもあるみたいですね。はい、ということでね、こんな感じで持ってきました。レイ君のね、最初ワイングラスにリンゴジュース入れてくれたんですけど、こっちにね変えてもらいました。はい、お魚食べる。はい、 OK。 はい、じゃあね、リンゴジュース、はい、どうぞ。では、パパ、はい、じゃあチキン、どうぞ。おいしい。はい、ということで私はね、日本酒いただきましたので、このマスだけね、いただきたいと思います。うん、うまっ。レイクにかぶらされました。うん、うまっ。まあ、意外とね、明るいですし、皆さんね、外国の方とかも結構ね、喋ってるんで、音楽も鳴ってますから、レイクもね、いてもまあ大丈夫かな。まあ、ただ1時間だけなんでね、サクッといただいてですね、お部屋の方に戻っていきたいと思います。こちらね、3階にフィットネスがございますので、ちょっとね、覗いてみたいと思います。はい、ジムはね、こんな感じでございます。まあ、広々とね、しております。はい、こちらにね、ポカリスエットだったりとか、お水などもね、ご準備がございます。
はい、ということですね、まあ、夕飯を食べてですね、まあ、なんやかんやしてて、まあ、今日はね、プレミア公開も行いましたので、ちょっとね、バタバタしました。今一通り落ち着いたんですけど、あと15分後ぐらいにですね、まあ、ライブをね、開始させていただきます。まあ、今日はね、ゆっくりさせていただいて、明日の朝食ね、挑んでいければなというふうに思います。まあ、久しぶりにね、来ましたけど、外国人めっちゃ多い。はい。で、皆さん結構マスクしてないので、はい。まあ、ラウンジとかだったらね、まあ、マスクせずに飲んだりはできたので、まあ逆に気兼ねなくね、いけたかなっていう感じはしましたけど、ほぼほぼ外国人っていう感じですね。すごいですね。はい。ということで、まあライブのアーカイブにつきましてはまたね、上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらも見ていただければ嬉しいです。ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさいって何？おやすみって。Let's meet. Onipasa. はい、おはようございます。ぐっすり眠ることができました。ベッド枕ね、非常にいい硬さですね。個人的にはめっちゃ好みですね。結構硬め。そしてね、バスタブがですね、縁が意外とね、細いんですよね。太いよりは、なんか細いと、こうやってかけた時にですね、めっちゃフィットして良かったですね。はい。という感じで。まあ、シャワーはですね、ただ、バスタブにお湯を溜めてるとね、シャワーの方はだいぶ弱くなったなっていう印象はありましたね。はい。まあ、でもね、快適に過ごすことができました。ということでね、これから早速朝食の方ね、食べに行こうかなというふうに思います。一応10時までね、入店しないといけないということで、レイ君もお腹空いたと言ってますので、これから朝食会場向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、朝食会場は2階のですね、ディストリクトというレストランの方になりますので、こちらの方にね、向かっていきたいと思います。はい、朝食はね、こんな感じでメイン料理からね、飲み物とかを、まあ、選んでいただくような形になります。とりあえずね、アイスティーをオーダーさせていただいて、その他ね、何をメインにしようかなというところですね。はい、ちょっとね、選んでいきたいと思います。とりあえずね、今席の方にね、サクッとご案内していただきまして、私はね、今朝はフレンチトーストをオーダーさせていただきました。まあ、朝食メニューね、これ普通に今ダイヤモンドエリートでですね、無料になってますけれども、通常オーダーするとですね、7000円と。まあ結構いいお値段ですね。はい。ということで、まあちょっとね、楽しんでいきたいなと思います。まあ席なんかもね、非常に落ち着いた感じになってますね。はい。とりあえずセットでね、こんな感じでフルーツだったりとか、サラダ、そしてグラノーラとパンですね。パンはね、おかわりできるみたいですね。まあちょっとね、お花なんかも、いい感じでね、場所を変えさせていただきました。まあ、これだとね、食べ過ぎずにいいですね。あとメイン料理が来るという感じです。いただきます。はい、そしてですね、パンケーキの方も来ました。これでね、全部集結という感じです。じゃあね、これでいただいていきたいと思います。はい、いただきましょう。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう。なんか、フレンチトーストね、あ、めっちゃ柔らか。ふわふわですね。今多分出来たてだと思います。うん。そしてね、クロワッサンめっちゃでか。あー、サクサクふんわり。いい感じですね、もちもちでね。じゃあね、クロワッサンもいただいていきたいと思います。あ、クロワッサンめっちゃうまい。バターの香りがね、すごくいい感じで抜けていきますね。うん、あとね、こういった出来たてのパン、まだまだ熱いんですけど、こういったね、バターがね、いい感じなので、これでね、いただいていきたいと思います。うん、ふんわり。あー、バターがまた美味しい。最高です。ということでね、このまま食べ進めて、お部屋の方にね、戻っていきたいなと思います。なんか意外とね、ボリュームがあるし、この美味しいパンがね、おかわりできるのが最高ですね。はい。じゃあね、いただいていきたいと思います。はい、こちらですね、1階のね、カフェの方でドリンクをね、いただきにやってきました。結構ね、にぎわってます。
ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。まあ、ボリューム的にね、どうかなっていうふうに思ったんですけど、あれだけね、ビュッフェとかで食べてる私もお腹いっぱいでございました。まあ、ぜひね、パンが美味しい。あと、バターがめちゃめちゃ美味しい。ちょっと塩味が強いんですけれども、バターがね、めちゃめちゃ美味しかったので、非常にね、おすすめでございます。ぜひ、食べてみてください。もう、クロワッサンとかめっちゃ美味しかったですね。追加料金、まあ、2200円だったと思うんですけど、追加料金で、このぐらいのね、ステーキ選んでいただくこともできますので、あれもね、ちょっと悩みましたけどね。で、今回ね、ダイヤモンドエリートということで、まあ、朝食のね、ベネフィット選んで、無料ということになりましたけれども、通常だと7000円かかります。思ってたより、いいお値段するなっていう感じでございますので、まあ、正直それだけでもね、ダイヤモンドエリートでこれで2人分でね、1万4000円分、まあ、プラス税差込み、サービス料 15% とかね、かかりますから、まあ、実数ね、1万6、6、7000円分ぐらいね、お得になるって考えたら結構大きいなっていうふうに改めて思いましたね。はい。ということで、まあ、久しぶりのね、キンプトン新宿東京さんお邪魔させていただきましたけど、非常にね、いいお部屋、にアサインいただいて、まあ、今回はですね、マイルストーンボーナスのですね、まあ、スイート確約バウチャーを利用させていただいて、お電話でね、申し入れをして、すぐね、ジュニアスイートにアサインいただいたという状況でございますので、まあ、そういったのも駆使しつつですね、まあ、いいお部屋にアサインいただいてですね、快適に過ごすことができました。はい。で、今日はね、非常にちょっと混雑してるっていうこともあってですね、レートチェックアウトが難しい中なんですけど、まあ、12時、まあ、通常は11時のところ、まあ、12時までは OK っていうことだったんですが、12時半までね、伸ばしていただきました。本当にありがとうございます。今日ね、土曜日は、満室ということでございます。アプリ上も満室の状況だったので、本当にね、すごいなというふうに思いますので、まあ、皆さんもね、気になっている方いらっしゃると思いますので、ぜひね、参考になれば幸いです。はい。ということでね、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方では、こういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひ、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。